久我照徳金星四川麻婆豆腐熱いうちに食べてちょ。10食分全くの同時に出てきやがった。すげえ正確さだ。なんだよこりゃ。辛いうまい辛いうまい辛いうまい。舌が焼けそうに辛いのに後から後から旨味が湧き上がってきやがる。雪平の麻婆豆腐と根本から別物だ。それにしかも全部寸分たがわず同じ味。こいつらどんだけ鍛えられてんだ。これが本物の辛味だよ雪平ちん。この強烈な辛味とうまさのコンビネーション、定食屋の味じゃ絶対にかなわないっしょ。そしてうちの連中はこの味を完璧に再現できるよう仕込まれてる。この俺によってね。なんせ月経祭は毎年50万人が訪れるお化けイベント、1日1000食ぐらいは出せなきゃ上位には食い込めないからね。1000食雪平ちんの方はどうだっけ。人員はたった1人、レシピもまだだったよね。ねえ雪平ちん、俺に何で勝つつもりなのか、よかったら教えてくれる？何で勝つかって、そりゃ料理で勝つに決まってますよ。